2007年でね、宇部の野外彫刻展、まあ、ビエンナーレって言ったから2年に1回ずつあるんだけど、その時に出した作品で、誰も笑わなかったけど、こんな風に野外彫刻展の会場っていうのはあるんだけど、僕はそこにこう彫刻っていうのを出すんじゃなくて、こんな風に水にその目の前に大きな池があって、でそこに穴を開けるっていう作品を作って、ナルシスの滝とかいうタイトルをつけてたんだけど、そこへちょうどカナダ人の旅行者が来て通りがかって、で宇部でとんでもない怪奇現象が起きてるって言って、動画を撮って、それで効果音をつけて YouTube に上げた。それがものすごいこうヒットになって、これをあれはどこにあるのみたいな感じでこう見に来るっていう、そういう作品になった。でここはすごい面白い、この写真がここにないんだけど、足漕ぎボートがあるね、ここはここに公園なんで、みんな そこに一応桟橋を作ったんだけど、足漕ぎボートでもあそこどうなってんのみたいな感じでこう見に行くみたいな感じになって、でその要は何がやりたかったかっていうと、こう穴があると向こう側っていうのを意識するじゃない、向こう側は何だろうってこう足漕ぎボートでも見に行くように、こう人のこう視線を誘う、なんかそのここを境として向こう側とこう接続するような、そういう、こうメディアっていう感じにこうなってる、向こう側に、で逆に言うとこう今こちら側っていうのが見えてくるじゃない、向こう側がを意識することによって、だからそういうふうなこうあちらとこちらを結ぶみたいな感じの作品で、その中でこう自分がいる場所っていうものは本当はどういう場所なのかっていうのをこういろんなふうにこう考える、そういう、こう経験ができる時間とどういう場所に出て、でどういう時間のところに自分がいてるのかっていうのを日常から引き離してこう考えるきっかけ、そういう経験を作るっていう作品。だから多分僕その宇宙への憧れとか、なんかすごい莫大なもの、圧倒的なものへのなんか憧れっていうのが多分そういうもんなんちゃうかなと思うんで、ね、はい、仏教って多分フラクタルになる感じだよね。だから僕ら遠いって言ったらすごいこう距離、直線があって距離がある、光で何何光年ですとかっていう距離がある、でもそうじゃなくて実はこうで無限に遠いっていうの言い方もあるけど、階層的に無限にこう繰り返されて届かないみたいな感じっていうのもあるね。だから それがすごい面白いな。でどっちかというとそういうのが面白くて、そうするとこう一瞬とかこう長いものとかもこう どこが基準になるのかもわからないじゃない、自己時間を繰り返されてるっていうことやから、どこが始まりでどこが終わりっていう。でも僕らが実際に生きてる実際の空間っていうのは結構線分的に始まりがあって終わりがあって、でこう距離もあそこに行って、こんだけ行けばこういうふうになって、でここに行くんでこれだけ時間がある。でも実際そうやって辻褄が合うのはこうやってみんなと約束の時間、約束の場所で出会えるんで、現実ってそうじゃないのって思ってるけど、でもそうでない世界もどうもあんのちゃうかなっていう、密度が違ったり時間の長さが違ったり距離の数え方も違ったり、なんかそういうのがこうすごい興味ある、ね、もともとはこう JAXA とこの他の研究者との共同研究みたいなことで始まって、普通宇宙の環境を使ってやるの、今はもういろんな人がやってるし、観光にもしようとしてる時代なんだけど、国際宇宙ステーションが始まった時に、その国際宇宙ステーションの環境を何に使いますかっていう話があった。日本もそれに参加します、お金を出しますという時に、日本はじゃあどういう関わり方しますかっていう時に、他のところはみんなサイエンスだとか新しい場合、ね、金属をこう無重力だから混ざるような金属を合金を作ったりとか、
それから生物が重力のない状態からどういうふうにこう重力のあるところにこうなってきたのかっていう比較するための実験したりとか、サイエンスがほとんどだったんだけど、日本は人文系で行きますって言った。で他の国がみんなへーってこうびっくりしたって、何人文系って人文系って何言うたら芸術やろ、哲学でしょ、それからなんかいろんな宗教だとかいろんなものが入ってくるのが人類学とか、それどうすんのみたいな話になるよ。で JAXA がこうアナウンスしたの、ヨーロッパとかで言ったんだけど、じゃあ何しましょうって言った時にアイデアは JAXA 持ってないから、じゃあ芸術は芸術系の大学にちょっと聞いてみましょうって言ってきたので、僕ら最初こうすごいこうバカげてるなと思ったんだけど、っていうのは僕の作品でこうでっかいやつとかでも、ね、地球上で作るでも困難な、そんな無重力の宇宙行ってやる理由って何をみたいな感じで最初こうすごいバカにしてたんだけど、でもこういろいろ宇宙飛行士でもこうインタビューしてるうちにすごいこう面白いことが分かってきて、その重力があるとかないとかっていうことはすごい大きな差としてあるんだ。で僕たちがこう当たり前と思ってるのはこう重力がある、重力あることが当たり前の世界っていうところに住んでる、それに合った方式でいろんなこう行動をしてますよっていう、さっきの時間とか場所の感覚も一緒だけど、そういうのをこう浮き彫りにしてくれる、それそうじゃないものだから、これ環境を使ったら面白いんちゃうってこういろいろ考えたりしてた。なんかもう一つ僕やったのは手に取る宇宙ってこうここで紹介してるやつで、その宇宙ってさ、そう地球の周りを囲ってて、もう 何万光年何億光年百何十億光年広がってる、広がってる宇宙のそのこう地球の周りにその宇宙っていうのはあるんだけど、そのある日こう宇宙が降りてきました、ね、穴が開いてスルスル、でその先っぽをこう引っ張ったら、あのっ先っぽを引っ張ったらさ、先っぽがちぎれました、ね、でこう自分の手元にその宇宙が残ったとしたら、先まではこう地球の周りにある宇宙を地上に立ってこう見上げていってたんだけど、ここにその宇宙が手元にあったら、地球のこう周りが丸いんだけど、てっぺんに立って宇宙を、手元にある宇宙を見てる自分をこう宇宙の側から俯瞰的に見てるような視点になれるんちゃうか。そしたらこう自分が今までこうその手で持ってる宇宙を起点に、この宇宙っていうのはこう昔からあるし、それでもっと時間的にも莫大でさ、広がりもめちゃめちゃある宇宙が自分の手元にあるってことでさ、なんかもっとこう自分が今いてる場所じゃなくて、この地球、日本の地球の地球の日本の京都の大学の中の部屋にいてる私じゃなくて、もっとこう違う存在でこう見えてきて経験かなっていう、そういう経験ができるのが面白いなと思って宇宙飛行士に頼んだ。で宇宙飛行士それ面白いなって言って船外活動で実際に取ってきてくれた、こうやって。でも1回目の時はあの人類のなんていうの代表でこう宇宙にまで活動範囲を広げた人類の代表として、こう宇宙での活動をどんなにこう驚きに満ちたものかっていうのをこうもたらすために、これから船外に出て宇宙を取って地球に持って帰りますって、こうステージかっこいいでしょ。あれ2011年の2月の最後、震災の直前やったよ、残念。でその時にやってくれた。でこれ今流れてる曲はあの1980年代のイギリスのロックバンドのポリスっていうのは、スティングっていうのが一人でやってくる、それすごく流行ってメッセージインナボトルっていう曲があって、
ってその島のどっかにいた時こうみんなほら船乗りが大航海時代に自分はまだ生きてるよって知らせるためにこうボトルの中に入れて誰かに拾われてくれみたいな気づかれてくれみたいな流すでそういう曲こういう曲でこれがあの僕がさつくばの完成室でそのミッションを見守ってた自分のプロジェクトだから、それでじゃあ始まったらその JAXA ももともとそうだったんだけど宇宙飛行士は命かけてこういう船外活動で大体メンテナンスとかあの実験だとか意味のあることしか使ってなくてこんな芸術のミッションを使うのはアメリカの宇宙開発史上初めてだったその意味のないこと JAXA の人にとっては僕に聞いたらその宇宙取ってきてどうすんのって松井先生ご存知かもしれませんけど宇宙って真空ですよって言って知ってるって言ってでも宇宙やろっていうかでそれでこうものすごく恥ずかしかったのジャクさんの人も NASA に頼むのが、うん、だけどまあ実際に宇宙飛行士に聞いたらもうやるやるみたいな感じでそれおもろいやんって感じで引き受けてくれて、それで僕は会社の時にこう長い船外活動の後そのハッチにこう国際ステーションに戻る直前にこうあれに閉めて宇宙を詰めてもうさっと記念撮影して入ってくれたらいいっていう指示を与えたのに、うん、始まったら今の曲でまず始まったんですねその英語のタイトルがメッセージ・イン・ザ・ボトルっていうタイトルやったからやと思うんだけど、もうそういうクルーが音楽を用意して次はこれですよっていう感じにこうバーンってその曲で入ったわけアメリカ人らしいそれでもう笑いながら宇宙飛行士ももう一回流してって言ってこうやってでどんどん遠くへ離れていくのハッチからなんかジャクサの人たちはみんな慌ててさ、こんな話誰も聞いてへんやろみたいなどこへ行くねんこれみたいな話になってたどんどん離れていってで、まあ、気がつくといろんな衛星がこうくっついて6つぐらい衛星がこうくっついてる時だとコウノトリがでそれが全部見えるとこ行って宇宙を詰めて持って帰りますってこう自分たちで組み立ててくれたほんまノリノリやでもノリノリでやってくれたんだけどその途中でこう見てたらこうこのガラスがの中に入っててくださいそれを守ってるこのカプセルがサイエンスでしょ、はい、あれがもうブランブランあっちこっちに行ってガンガン当たってるでこれやばいんちゃうのってだんだんこうみんなこう完成する中で話しててほんで帰ってきたらやっぱり中で割れてたせっかくそんなノリノリでやってくれた。そんなノリノリでやってくれた。でもまあとにかく割れてて、もうどうしようもなかった。はい、でもしょうがないなって言って、で次にこう星出さんが上がった時に、こうロボットアームをもうなんかこう取ってくれるようにした。そーっと出して自動的に、もう宇宙飛行士に預けると何するか分からない。もうそーっと宇宙で安全に確実に取っていきましょうって言って、こう手に持てるように。でそれをこういろんなところにも持ち込んで、その経験としてこう出してるんだけど、それをやるとまたそういうそこでやったものがここにあるっていう、あるいは誰がどこで持ったものが今ここにあるっていうふうに、また入れ込んでるね、そういう活動自体が、それがすごく面白くて、それをこう。世界のあちこちでいろんな場所でこう続けて展開しているっていうのが今の状況。そういうふうにこうなんか自分のなりのなんかこう面白い接続の仕方、それも圧倒的な時間だとか空間との遊び方やとか、こういうバルーンであったり、こういう水に穴開けたり、なんかもうそういうのでこういろいろ遊んでるっていう。かそういう経験をもたらすっていう。だからなかなか難しいよね、どれが作品っていうの、どこまでそういうこう動的なものよね。だからもうフローティング状態ね、なんか実家があり仕事場があり、で当時はもうドイツの仕事場があり、もういろいろあったから、あの道具どこにあったかなみたいなこれ作ることになったくない、どっちの仕事場にあったかなみたいなとか、そんなんもしょっちゅうあった。ほっってこう夜にこうなんか心配になって目が覚めるみたいな、そんなんとかよかった。
僕はやっぱりその言ってたようにその自分の作ってるものも展示しながらこう作れるっていう環境がやってみたかったもんね。なんかこう自分の中でこう文脈を純粋化しながらこう形作るって、その時はそんなことしてみたいと思ってた。学校なんかできへんよ先生、彫刻なんてもう機械があって加工する場所あるけど、作品展示する場所なんてないやん。そんな制作する場所とか、ね、材料加工する場所あるけど、実際に本当にアトリエみたいなスペースはないでしょ。だからそういうのも近かったな。あとなんかこうメディアによってもすごい偏りがあるじゃない。専門化してるから、例えば彫刻だと壁がないんでしょ。気がつかなかった。どこ行っても壁がないんでしょ。ね、こんなんおかしいよ。何か考えたものを貼ったりとかかけたりとかないんかよと思うやんか。こんなんありえへん状況や。誰も何空中頭の中で考えたらいきなり素材加工して作るんかみたいな感じやんか。ありえへん。だからなんかこう割と僕なんかこう絵画的なこう経験みたいなものと、だからそのイメージの中に、あるいはイリュージョンの中にこう入り込んでいくようなこう経験と、その彫刻みたいな経験、彫刻で、まあ言うたら失礼、部屋の中でのこう失礼と、ここでぐるっと回ってワンみたいな感じのこう経験でここにたどり着けるみたいな感じのことをしようとしてるわけで、こっちの扉で同じ部屋に入るのに、こっちから入るのとこっちから入るのと、なんで2箇所が入ってこれが交わらへんのみたいな、どうなってんのみたいなとか、そういう経験でこうね、こうガチッとしたものがあって、それを置物をこう見るような彫刻と違うのが経験。だから必要なスペースも自分で、だから何回か日本で最初にこう卒業するときに一応制作するスペースが必要なと思って作ったスタジオと、ドイツに行った時に作ったスタジオと、それからドイツに何年か行ってから今度日本に作ったスタジオと、だんだんこう自分の作る内容にこう沿うようなスタジオが変わっていくよね。今後はね、だからそういうふうなこう、なんていうかな、経験を生み出すっていうのをなんか幅広くやっていきたいなと思う。いろんな、例えばなんかこう、あ、そう、なんか必然的なのかもわかんないけど、なんかこう自分が育ってるこう環境とか知って経験したことが、例えば大学入ったら彫刻やりますってやって、こうちょっと切り離しちゃったら彫刻だけやります。で彫刻やりだしたら、なんかこう展覧会の状況とか合わせてそこに飛び込んでそれに合うやります。あ、でドイツ行ったらドイツでなんかやります。で他のとこ行ったら他のとこやります。でこうどんどんこうバラバラにやってるみたいなんだけど、なんかこうだんだんいろんなものがこう過去のものにこう返ってくるのに、すごいそういう経験としてみたときに、その都度作ってるもの見かけは違って違うんだけど、求めてる経験っていうのは、面白いと思ってた経験っていうのはだんだんこう、あ、こうだったんだなみたいな形で、だからでもそんなのはこう自分がこう自分はこうかもしれないってこう展覧会のたびに自分が言ってることを更新しながら来てて、そうやって更新してるうちにだん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 こうどんどんいろんなものがこう、その時代時代に求められてるいろんな動向に対して自分はどう違うのかっていうのを求められて、こうどうスペシャルかっていうのを主張するために言ってる言葉をずっと続けてきてるわけじゃない。でもそれとは違って、こうずっと定流にこう自分本当の自分っていうのがあって、それがどんどん昔のものにこう変えていってるっていうのがこう分かって、続けてるうちにこう分かったっていう感じ。全然違う言い方してるよ毎回その20代30代40代ってずっと。でもこうぐるっと変えてくると急にこう面白くなってきたんだよね、やり方。